KTF 携帯電話ショップ KTF はかつて大韓民国で携帯電話事業を行っていた企業を。2009年6月に親会社であった KT と合併した。1996年、韓国では新たに携帯電話用に 1900MHz 帯の周波数が割り当てられることになった。その時に新規に市場に参入した。 KT 系の韓国通信フリーテルとサムスングループや建設、製紙会社のハンソルが出資するハンソル M.com が2002年に合併し KT フリーテルとなり後に社名を KTF と変更した。そして2009年6月に親会社の KT と合併した。韓国では携帯電話事業者ごとに事業者の固有番号が割り当てられてきたが KTF は 9、韓国通信フリーテルに割り当てられた016と、9、ハンソル M.com に割り当てられた018を使っていた。技術としては 1900MHz で CDMA 方式を用いていたほか、EVDO 方式を採用した第3世代携帯電話サービスを行っていた。また、携帯電話サービスを親会社のコ衆シ線ム線欄と融合させた。 ネスポットというサービスも提供していた。また、2 0 0 0ヘルツの WCDMA 方式と HSDPA 技術を用いた新しいサービスブランド、シ小2007年3月から提供していた。韓国内のシェアは30%強で、SK テレコムに次に、市場に参入したのが後発だった点、使用している、周波数帯が、 障害物の影響を受けやすいこと、すなわち音質に劣る点が、SK テレコムの後陣を排する要因となっていた。ただ、通話料金は、SK テレコムよりも安く、利用マナーを訴える広告も多く出しており、番号ポータビリティ制度導入後は、徐々にシェアを上げていた。2007年3月、全国に、HSDPM を充足率99%を、 達成し、競争会社に先駆け新しい携帯電話サービス、賞を発表、国内での HSDPA シェアを70%程度に引き上げることに成功した。しかし、自社ユーザーからの移行が多かったためか、SK テレコムのシェアを崩すまでには至っていなかった。子会社の KTF テクノロジーズを通じ、自社向け端末の開発のほか、海外への端末輸出も行っている。 デジタル移動体放送のサービスも SK テレコムに続き行っていた。また2004年にはコスダックから韓国証券取引所へ株式を上場していた。また韓国バスケットボールリーグに富山 KTF マジックウィンズを新規に参入させ2000年からは e スポーツの名門ゲームチームである KTF マジックウィンズのスポンサーも務めていた。2005年末 第3世代サービス強化のため、KT は持ち家部分を NTT ドコモに売却して資本提携を行った。NTT ドコモは HSDPA 端末である A2502 ハイスピード LG 電子製フォーマル 706iAndroid 携帯電話を共同調達する。2008年3月、KTF NTT ドコモを含むアジア形態7事業者で形成するコネクサスモバイルアライアンスはデータ通信の格安国際ローミングプランを発表した。2009年3月から NTT ドコモの海外プラスナンバーが開始された。これは NTT ドコモの国際ローミングサービスワールドウィングを韓国で利用する際、NTT ドコモの携帯電話番号の他に KTF が管理する電話番号が付加され、通常の国際ローミング通話料金より、約27%から60%割引で利用できるサービスである。ありがとうございます。